はい、野口です。今日はね、今日は結構僕は大相撲が好きでね、見てるんですけど、今日って大相撲の千秋楽じゃないですか。ね、今本当大栄翔がですね、12勝2敗でトップでね、それを正代がね、追うっていう形ですね。もしこのままいったら、もし本割でね、今日もし正代が、いや、大栄翔が勝ちましたら、ね、初優勝を、ね、決めるというね、本当、場所になりました。またね、本当、どうなるかね、とても楽しみですね。千秋楽なんですけど、千秋楽っていう歌をね、作ったんですけどね、昔作った曲なんですけど、聴いてください。角では人生の初日を祝い歌う晴れ姿、丸い土俵に人生の勝負を、挫折を繰り返しながらでも夕焼け焼きの赤とんぼの緑麗しき懐かしきふるさとへ、人生の高みは喜び悲しみ隣り合わせ、人生の千秋楽を国のおふくろ親父に見せたいと、朝稽古に兄弟子の胸を借り、流す汗悔し涙を流しても、負けてたまるか綱を取るまでは、緑麗しき茜のふるさとへ、人生の支配を手にするまで負けてたまるか、夕焼け小焼けの赤とんぼの緑麗しき茜のふるさとへ、人生の千秋楽を男の門出で飾りたい、人生の千秋楽を男の門出で飾りたい。